守りの猫魔の隠し玉手代、椿原の全国への新兵器姫川、この二人どっちが強い？ハザスリブロです。いつもご視聴ありがとうございます。今回ですね、作中で二人だけの天井サーブ使い、猫魔の手代、椿原の姫川を比較していきたいと思います。アニメ派の方はネタバレ含みますのでご注意ください。この二人を比較しようと思ったきっかけは、もちろん天井サーブを使うのかこの二人だけっていうのもあるんですけど、どちらも守備が得意っていう描写とかセリフがあるんですよね。そしてどちらもスタメンじゃなくてピンチサーバーなんですよ。なので比較したらいい勝負するんじゃねって思ってこの動画を作りました。ということで、まずは二人のパラメータを見ていきましょう。こんな感じですね。もうめちゃくちゃ似てるんですよ。バネ、スタミナ、スピードで手代玉彦が1上って感じです。なのでパラメーターでは手代が上だったんですけど、それぞれの描写やプレイスタイルを振り返っていきたいと思います。それぞれの描写やプレイスタイルを振り返っていきたいと思うんですけど、まずはこの二人に共通している天井サーブについて簡単に説明させていただきます。天井サーブとは、天井高く打ち上げるサーブで、レシーブする際に照明の影響を強く受けたり、落下速度の大きさゆえにボールの落下位置が予測しづらいサーブっていう説明がありました。なので天井サーブは高い天井の会場で有効ってことですね。まずは姫川葵です。椿原学園高校、春高全国大会1回戦カラスノとの試合、なんと23対24のカラスノがセットポイントの時に出場するんですよ。山口が初出場した時がインターハイ予選成城戦17対19の劣勢の場面で、春高代表決定戦準決勝での成城戦では19対23とこれまた劣勢の場面でした。これでもかなり緊張するでしょうけど、姫川はミスしたら即終了の場面だったんですね。そんな姫川は山口そして木下よりも緊張してました。そんなド緊張の状態で放ったサーブは、椿原のエース寺泊の後頭部を直撃してました。それ見た日向は嫌なことを思い出したみたいにゲッて顔してましたけど、一生夢に見ると外野に言われるほどトラウマになりそうなミスでしたが、チームメイトが和やかな雰囲気にしてくれましたね。そして2セット目も出場します。これまた14対15と劣勢の場面、しかし大佐渡監督からピンチサーバーについてこんな声かけをしてもらいます。ローリスクハイリターン、ミスしたとしてもその渾身のサーブを他の連中は攻めない、でも決めたらヒーローになれる一点、そう伝えた大佐渡監督、本当はそんなわけないと思ってるんですよね。すでに独特の空気が出来上がってるコートで、最もメンタルのコントロールが難しいサーブというプレーで投入される。そしてミスをした時許してくれないのは仲間ではなく自分だと。そして放たれた天井サーブは沢村からサービスエースを取るんですよ。そうです、このサーブには天井というでかい味方がついてるんです。そして2本目の天井サーブはまさかの沢村と東根のお見合いでノータッチエース。これで椿原逆転するんですよ。3本目は東根を乱して沢村がフェイントするんですけど、まさかの姫川これをナイスレシーブ、もともと守備が売りの選手なんですよね。そして寺泊が決めてまたまたブレイク。そして4本目は西野屋にアンダーで綺麗にカットされてました。余談ですが、椿原の大佐渡監督は1回戦に全国慣れしていないカラスノと当たるっていうことが分かって姫川に天井サーブを練習させたんだと思います。大きい会場で試合し慣れてない分、天井サーブが有効になるってことですね。そして予選までのこのタイミングは姫川じゃなくて月岡という2年生がピンチサーバーとして出てたって姫川が心の中で言ってました。月岡がジャンプサーブかジャンフロかは分からないですが、天井サーブではないことは間違いないんじゃないかと思います。天井サーブだったら月岡が出ればいいので、なぜ予選まで姫川が出ることはなかったかというと、おそらく予選までの体育館は天井がそこまで高くなく、さほど天井サーブが有効にならない会場だったんじゃないかと思います。春高全国大会の会場である東京体育館ってバカ広いし天井バカ高いんですよ。鵜飼コーチも大学の時の先輩に床と天井が厄介っていう話を聞いてましたね。だから全国に来ての姫川の投入だったんだと思います。そしてなぜ姫川に天井サーブを練習させたかというところなんですけど、守備が得意な選手だからだと思います。サーブを拾われたとしても守備力でしのいでサーブ権は渡さないってやつですね。成城戦で山口がまだサーブ権は渡さないって言って根性体当たりかっこまぐれしてましたよね。だから姫川って作中で初めて天井サーブをしたただのサブキャラってわけじゃないと思うんですよね。ピンチサーバーは守備力があった方がいいっていうのも教えてくれて、山口がもしかしたら守備にも力入れてたかもしれないっていうのもあるし、研磨が嫌な顔してたりっていう後に繋がる伏線もあるし、西野屋がアンダーで綺麗に拾うけど次の試合でオーバーで苦戦するってのもあるし、影山が1本目もっと高くください、短くてもいいんで高くって言ってた本当の理由が後にわかるっていうのもあるんです。え、あんた一人で物語どんだけ広げるんですか。次が手代玉彦猫魔高校です。手代の初登場は春高全国のゴミ捨て場の決戦なんですよね。柴山がリエフに君は決めたからねって言った時に、あれ伝わってないぞって言った場面が初登場でした。その次の登場が猫又監督に玉彦いけるって言われたのに対して、いえ準備不足だと思いますってきっぱり言ってたシーンですね。猫又監督
監督は正直なとこいいよねって言ってましたけど、そしてプレー描写初がカラスの戦2セット目の24対24のデュースの場面でした。これまた一大事な場面での投入なんですけど、テシロめちゃくちゃ落ち着いてるんですよ。姫川と決定的に違うのがここです。さらにテシロ、この投入が公式戦初出場なんですよ。高校人生初の公式戦出場、しかも全国、さらに2セット目のデュースっていう場面、これでこの落ち着きはやばい。しかも放った天井サーブで田中を乱してるんですよね。さらにその後の東根のスパイクをぶつかった感じになりましたけど上げてるんです。さすが猫間、守備力高いんですよ。そして次の出場がファイナルセット18対17の猫間劣勢の場面でした。これまた大事な場面なんですけど、落ち着いたサーブ打ってるんですよね。この時手代が、俺がここで入るってことは最後までセッターは小爪さんで行くってこと、いつもならもうバテてる頃だと思うんだけどって思ってるんですけど、このセリフからして公式戦は初出場だけど練習試合でセッターとしての出場もあってたっぽいですよね。ただ次の代も研磨が正セッターだと思うので、研磨がバテた時とか怪我とかのトラブル、あとはピンチサーバーとしての投入っていう感じだったんじゃないかなと思います。だけど手代、この試合でワクワクしている研磨や他の選手たちを見て、あんな風にバレーやりたいと、俺もコートに入りたい、ちゃんと入りたいって思うんですよね。この意識の変化からピンチサーバーとしてだけじゃなくて、もしかしたら試合相手によって、もしくはセットによってはセッター手代スタートなんてことがあるかもしれないですね。研磨はスタミナがないんで、この試合は手代で行っていいだろうとか、戦況によってはこのセットは研磨温存して次のセットで取り返すなんてこともあるかもしれないですしね。まあどんな起用のされ方だったとしても、猫又監督が武器だと言っていた度胸と冷静さを存分に発揮してくれるんだと思います。ってことは2アタック得意そうですよね。最後にこの2人の比較をまとめましょう。2人とも天井サーブ使いで守備力がある。だけど姫川はめちゃくちゃ緊張していて、手代は冷静。さらにパラメーターの数値から手代の方が総合的に上なんじゃないかなと思いました。ただ手代の場合は次の年も研磨が正セッターで出場回数がそんなに多くないかもしれないですが、もし姫川がスタメン入りなんてしようものなら姫川の方が伸びるかもしれないですね。3年ウイングスパイカーの寺泊と丸山が2人抜けてますもんね。守備が得意な姫川は総合的に技術力があった丸山の代わりになるかもしれませんね。でも手代も厄介な選手になると思います。だって猫又監督の高校時代にめっちゃそっくりやもん。とにかく姫川もこの試合が終わって何か覚悟を決めたみたいな表情をしてましたし、手代もあんな風にバレーやりたいって言ってたので成長は必ずしてると思うんですよ。翌年の春高で猫間は2回戦敗退してるんですよね。そしてカラスノは3回戦で稲荷崎に敗れ敗退してます。だから翌年の春高全国2回戦でゴミ捨て場の決戦やってたら最高なんですけど、判明はしていませんが、もし椿原も全国に出場していたら1回戦に猫間と戦って天井サーブ対決しててほしいと個人的に思います。ということで天井サーブ使い姫川と手代を比べていきました。こんな感じで配球動画バレー動画どんどん上げていきますので、ぜひチャンネル登録して応援よろしくお願いします。ということで本日もあざした。